took the day will come when you first realize what you have done and you finally get your debt repaid and revenge played.お店を出す場所は実はあんまりこだわりがなくてですね、知り合い の方からですね、ロッコというこのプロジェクトがあるのを聞いて、まあ、なんか空き家再生のプロジェクトだということと、あと、まあ、家賃とかも非常に魅力的な感じだったのもありまして、ですぐに決めて、なんか2だった時期がありまして実家にまあこもってたんですけど、まあ、結構社交的なニートだったのでいろんなところに出歩いてたんですけどまあでも実家にいることが多くて、で実家の両親と一緒にコーヒー飲んでたら、たまになんかやけに美味しいやつがあるなっていうので、なんかだん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 舌が肥えてきて、美味しいやつ以外は飲まなくなってってでそこからなんかグーッとハマってしまってです、めちゃくちゃいろんな味があるっていうところがすごく魅力的 でそれからもうなんか世界で一番おいしいコーヒーは何なんだろうみたいな、飲んでみたいってなって、もうひたすら飲みまくるっていうのを始めたのがきっかけですかね。いくつか種目がありまして、まあ、僕はですねブラックコーヒーを美味しく入れなさいよっていう大会なんですね。でその中にも2つ種目があってですね、1つ目は当日会場に行くまで豆がわからない、で当日入ってこう袋を渡されてですね、そのコーヒーをどんな入れ方がいいのかっていうのをそこでこうジャッジして、ですぐに本番を迎えるという、あと自分で豆を持ち込んでですね、もう持ち込む豆は何でも大丈夫です、その豆を使ってプレゼンテーションしながら、3人のジャッジにですねお客様を見立ててこうコーヒーを入れるっていう、こう2つの種目があって、その合計点がこう順位になるという大会ですね。お金があれば勝てるという大会ではなくてですね、やっぱり抽出の技術も必要ですし、豆の調達力、焙煎力、抽出力で、まあ、全て総合的に持ってないと勝ちにくい大会になってます。回してあげて、でこう傾けるとですね、こう上下がしっかり混ざるので、結構上と下で味が違うんですよ。僕は時間帯とかによって変えてます。なんか朝はちょっとこうすっきりしたいので、ちょっとこう浅めのコーヒーを飲んでこう頑張るぞっていう感じになるんですけど、昼間以降というか夕方になるに従って、まあ、日が陰ってくるのとこうなんか連動してというか、ちょっと深めのコーヒーを飲みたくなるんですね普通のコーヒー好きです